クルスの城は、兵庫県丹波笹山市クルスの落山に所在する、日本の城。丹波堺市の一族、クルスの堺市の居城、明智光秀の丹波税目において落城した。クルスの堺市の堺越中守頼重によって、戦国期に築城されたとされる。標高300メートル、飛行100メートルに築かれている。城の広さは6世ほどで、 小規模なものだが、二の丸に、地蔵堂が佇む。 畑野市の所領支配における役割もあり、古市村南部の草の方面からの攻撃に備えるだけでなく、追記当初は京海道を東から攻めてくる三好軍への対処が目的であったとされる。また、八条城,城の呪し、枝城としても機能した。移行は、主角が28メートル、東西8メートル、主角道規模の副角があり、南北にニクは西側に、 帯状の車二段を廃し巨岩が多い尾根筋にある。また南側には掘り残しの土類も点在する。ここは不明ではあるが、年代的には古い縄張りとなっている。また、丹橋によると、南北の掘り切りで城内を隠し、本丸の北にに三角を廃し二角の西に一段を置き、腰車が取り巻く縄張りになっている。大都市神社の裏を南に登ると、 北の堀り切りがある。この堀り切りは東西の縦堀として続く。この南に門石があり、すぐに三角に出る。この最下に昇格がある。三角の上に二角があり、地蔵菩薩を祀る祠がある。この二角の西を帯車る輪が巻いている。ここから5メートルほど斜面を登ったところが主角である。主角の西にも帯車る輪が二重に巻いている。主角の南には、 土塁の跡が残っており、南に馬の世城の尾根道が続き、南の掘り切りに出る。この掘り切りも縦堀として谷底まで続いている。明智光秀の丹波攻めの際に陥落した。城山にあった若林寺は、戦火で消失するが、江戸時代に再興し、来栖の堺市の菩提寺として代々受け継がれることになった。途上口には、来栖の堺市の初代、 堺井信綱が、桂原神皇を祀った大都市神社がある。これは、官武兵士を先祖とする堺井氏の氏神である。城内には、丹波笹山氏の民話で有名な、伊保鳥地像が安置されている。篠山城追記寺に、たくさんの岩石が来ルすのから採掘されており、城の裏側には使われなかった石の残骸が散乱している。永遠6年間の築城と考えられているため、 堺井中守よりしが初代上主であるとされる。その子の信正は、明智光秀の丹波攻めが開始されると、巨城のクルスの城に籠城したとも、修士が亡くなる天正7年に八条城,城で、内地にしたとも、天正3年11月15日に病死したとも言われ、その動向に関しては、複数の説がある。弟の維新は、 着難の信貞の後見人として城代に任じられた後に八条城に牢城したが戦の最中に病で亡くなっている城は八条城の落城と同時に開城した城主の信貞は城を退去し農民としてクルス野に土着し慶長年間に死没したと丹橋に記載されているクルス野城の北山六にある若林寺は信政が永禄元年に 富誉れだ露天商人を会期として建立し、以後来ルスの堺氏の菩提寺として、代々継承されている。元来、城と共に山上にあったため、丹波攻めの戦火により消失したが、信政の孫である、堺孫佐栄新密が、若林寺寺を再興した。二の丸にある地蔵堂には、伊ボ鳥地蔵が安置されており、様々な伝承が残されている。 クルスノ城地蔵堂クルスノ城に伝わっている歌とされる地蔵堂内にあるクルスノ城古城かクルスノ城本丸ありがとうございます。